USA ペルピニャンはフランスのラグビーユニオンクラブ。国内選手権などの優勝経験を持つ伝統あるクラブである。チームカラーはサニエーラに由来する黄色と赤。クラブは1902年エースペルピニャンとして創設された。1914年に国内選手権の決勝に初めて進み初タイトルを獲得したが、直後に第一次世界大戦でこの時の 優勝メンバーが数人亡くなっている。1919年にはクラブ名が U.S. ペルピニャンとなり、1921年には決勝でスタッドトゥルーザンを破り二度目のタイトルを獲得した。1924年からは3シーズン連続で決勝に進出し、1924年1926年は、 いずれもスタッドトゥールーザーに敗れ準優勝に終わったが1925年は優勝を果たしている。1930年代は決勝に3度進み、いずれもビアリッツオランピックとの戦いとなり1935年1939年は敗れ、1938年は勝利した。1933年にはクラブの名称が現在の USA ペルピニャンとなっている。 その後、第二次世界大戦による中断を挟んで1955年までに3回決勝に進み、二度のタイトルを取ったがその後は、結果を残せず低迷するシーズンが続き、1977年と1998年に進んだ決勝でもそれぞれ AS ベジエ、エロー、スタッドフランスに敗れた。それでも徐々に強さを取り戻したペルピニャンは2003年の、 ハイネケンカップ2004年のトップ14で準優勝し、2008年に獲得したダンカーターは、アキレス腱を痛め期待されたような結果を残せなかったが2009年には ASM クレルモン・ウォーベルニュを下し1955年以来の悲願の優勝を飾った。2014年、シーズン13位に終わった USA ペルピニャンは、プロ d ン2に降格した。 2017から2018シーズンには、プロ D2 のリーグ戦を1位で終えると昇格をかけた、プレーオフにおいて、決勝で FC、グルノーブルを破り優勝。2018から2019シーズンのトップ14復帰を決めたが、2019年シーズン13位に終わって、プロ D2 に降格した。2020から2021シーズンには、 プロディ2のリーグ戦を1位で終えると昇格をかけたプレーオフにおいて決勝でビアリッツオランピックを破り優勝2021から2022シーズンのトップ14復帰を決めた2021から2022のスコットは次の通りありがとうございます